さあ、これでなんか会話イベントが進むんでしょうか。見てみましょうか。いや、もうリスナーとピカチュウ見てこようぜ。多分あいつらの方が強いから。え、会話イベントあるの？なんか。チース。なんもないね、これ。イベント的には。とりあえず、じゃあ、トゥットゥしに行く？うん。ニンティのとこ行ってみっか。じゃあ。とりあえず、ピカチュウ連れてこ。ピカピカー。ピカピカのステータスってどんなもんなの？あ、高いわ、こいつ。結構強いね。よし、ピカチュウも連れて行こうじゃ。で、次。あ、ナマズのとこ行ったら進むんだよって、オッケー。リスナーなんか考え事してるってどうしたの？お前の強さ見てほしい？え？弱くない？ え？リスナー？なんかステータス低いぞ。リスナーくんちょっと、ラティオスに変えようかな。リスナーくんなんかリスナーくん、思ったのと違うからさ。なんか、会話イベント進むの？バタコたちはいない。何も進まへんで、会話イベントこれ。ダメだな。次行くか。まあ、もうちょっとなんかやらなあかんってことやな、じゃあ。さあ、とりあえず、じゃあ、ネイティブのとこ行ってきようかなと思います。大いなる峡谷に行きましょう。まあ、人声も高いからな。確かに。大いなる峡谷って何回やったっけ、これ。まあ、適当に進めばいいでしょ。10回とかでしょ、どうせ。のこっちっち。よし。まあ、ちゃ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 っと攻略しちゃいましょうか。13ぐらい？ 13 ぐらいって結構めんどくさいやつやん。ねえ。よいしょ。今、ネトゲしながら見てるって。ちょ、なんでそんなながらしながら見てんの、みんな。俺だけを見てくれよ、みんな。ねえ。忘れたの、みんな。俺、よいしょ。もう、俺はお前だけしか見つめねえ。ねえ。で、なんか熱く語ってくれた。俺のリスナーどこ行ったの、みんな。よいしょ。それはそれでちょっとキモいけどな。ながら以外で見てるやついるの？え？俺だけを見つめてる人いないの、もしかして。ちょっと意識低いよー、みんな。うーし、ピカダラレベル33。新しい技を覚えた。え、高速移動を覚えた。同じ部屋の仲間のポケモンの移動速度1段階上げる。うわ、これ欲しいなー。なら、穴を掘るを消して、高速移動かな、これは。うん。電光石火、電撃波10万ボルトだから。穴を掘る消すか。地面技まで結構優秀なんだけど、ね。よいしょ。まあ、でも、高速移動ってね、意外とめんどくさいことがあってね、ガンガン使ってくるので、基本的にはオフにしておきましょうか。よし。意外とピカチュウ強いぞ。もう、サポートもできて、殴るも強し。ねえ。リスナーは、なんか、普通だしな、なんか。みんな強い。リスナーはなんか遠距離から、チクチク太郎だから、いたらなんか便利なんだよね。ありがとう、いつも。便利だよ、君。よし。ふう。ダイダラさんだけを見てるよって。ありがとうございます。本当に？よいしょ。ふう。さあ、階段がねえぞー。葉っぱかっちぃ。どうどうか。スカーフーフー。追い打ち？やめて。ポケモンめっちゃ出てきたやん、今。プテラ面倒だった。もうプテラの話はもう終わったわ。天ぷらはやめよう、みんな。俺、妖怪ウォッチは天ぷらや、歯やから。うん。寿司か天ぷらかって言われたら絶対俺、どうしよう。回らん寿司やったら俺、寿司やかもしれん。回らん方やったら寿司の方がうまいわ。でも、回る方やったら天ぷらの方が絶対うまいから。天ぷら食いに行くわ。天ぷら食おうぜ、みんなで。ね。よし。天ぷらうまいけど寿司が好きってな。よいしょ。さあ、この後でいいかな。お、うら、フレシアンゴリアン。絶対次の妖怪ウォッチはすき焼きやからな、みんな。ね、俺予言しとくから、みんな。妖怪ウォッチすき焼きな。うん。
なんだっけ、妖怪ウォッチ元祖本家新打ちとか出たじゃん前回って。もうすき焼き以外ありえないから。よし、すき焼き食いたい。すき焼きやったら俺買う。次タコスなの？タコスはおかしいでしょみんな。カレーとハンバーグなの？いやカレーとハンバーグないでしょもう。寿司天ぷらっていうね、もうあれだよ、外国の人がなんかあーってなるもの以外出てこねえから絶対。ってことを考えるとやはりそういうね、あの天ぷらくらいというしかなんかないんだよね、該当するのがね。ホットドッグ、お好み焼きとかしか絶対ないないない。よし、もうこれ当たってたらみんなあれやで、俺にね、おごってや、お好み焼きお好み焼きおごってくれんの？じゃあまあいいや、お好み焼きでいいわ。おごってなみんな頼むで。よし、いなり寿司、いなり寿司よ、あんま好きじゃねえわ俺。大体が食べたいだけでしょ。いや、うまいよ。よいしょ、結構ね、高い店で食うすき焼きってね、うまいから。よいしょ、うわー、なんでお好み焼きやねん。お好み焼きも好きやねん俺も。分かって、ちょ、あれ赤いグミ持ってない？もしかして赤いグミ、赤いグミ持ってんじゃん、俺が食うわ。うまい。よし、たまには自分の金で食いなよ。いやでも俺さ、やっぱ飯ってさ、おごられて食う方が、食う飯が何よりもうまいと思うんだよね。まだ君たちは分かんない人もいると思う。おごる、おごられるね、いつもパパママに出してもらってる人もいるかもしれないね。それがいつも友達と食べに行って割り勘になってるかもしれない。だけどね、年を重ねてくるとおごり、おごられっていうのが増えてきます。その中でやっぱおごられる瞬間っていうのが最高にうまいっていうな。分かった、おごられた飯はなとりあえずうまいっていう。いつもパパにおごってもらってる。なんかパパっていう響きもなんかあれやな、最近パパ活って流行ってるからなんか危ない響きに聞こえてくるよね若干。おごったことあるの？俺よくおごるよねえ。もう不本意ながら、不本意ながら、俺が最年長だったりしたりねえ、なんかあーってなったら俺おごったりするけど、よいしょ、大学生になってから鬼分かるまでなったってね、分かってくれて嬉しい俺は。出世払いやでって、出世払いでもまあいいじゃんね。昔怒ってもね、上司にとかなんか友達に怒ってもらったから、もう若い子には今度は俺が怒るっていう、そういうパターンもなありやで。ほんとうふっ、やっつけっか。不本意、いや気持ち、俺はいつでも怒られたいもん。みんなその気持ちを忘れちゃダメだよみんなね。よいしょ、全部俺が出してやるっていうね、そういう人もいいけどね。俺おごる金あったらゲーム買いたいゲーム買ったりしたい、なんか趣味に使いたいなって思っちゃうしね。それで飯で、今日なんか飯トークばっかだよな、ごめんね。なんかうん、腹減ってんね俺。俺がおごってる、ありがとうございます。さあもう13回ぐらいだったっけ確か、もうちょいぐらいね、グミおごって、おごってください、ポケダラズのリーダー。確かにな、俺ポケダラズのリーダーやから、おごったらなあかんかもしれん。まあ、おごらんけどな。大々色のグミでなんだっけみんな、説明。格闘タイプで、まあ、格闘タイプで言えば俺みたいなもんだから食うか俺が。うまい！よし。罠がない。いやもうこのダンジョン罠ないよ、ほら。だってもう、序盤オブザ序盤のダンジョンだもん、ここ。とりあえず、ネイティオに会いに来てん、今日は。ウェイティオ。おら、よし。あの木の実はいらん。さあ、とりあえず階段探せ探せ。階段どこだ？おいしいしし。この辺、ないやんけ。鼻がかゆいな、めちゃめちゃ。さあ、ここの部屋にもない。そろそろだよね。次の回で終わりだと思ってっから、おケンタロちゃん。ケンタロウちゃん、さよなら。俺レベル1上げときたいんだよな、正直言って。あと、ピカチュウ上がったから、もう上がる気がするんだけど、ねえ、なかなか上がらないレベルが。まあいいか。行きますか、次の回。さあ、ゴールでした。なんや、どうした？私に何か用があるのか？頼むわ。え、これ何？透明な羽？
なるほど、幻のポケモンについて知りたいのだな。いや、うせえわい。くえ、幻のポケモンは私もよくは知らない。知らんのかい。ただとか言うんやろ、どうせ。ただ長いなぁ、黙ってんの。知らん。うん。しかし、え、この世界には大地と共に息づくポケモンたちがいる。彼らは火山の噴火と共に怒り、雷と共に雄たけびを上げ、北風と共に走り抜ける。彼らが幻のポケモンの分身だと聞いたことがある。大きな島があるぞ。三つの目の大地と呼ばれている炎の大地がある。ポケモンがいるんだっていう。炎の大地へ行ってこいっていう。まあ、いや、炎の大地行けるようになっちったっていう。まあ、これはなんか、あんまやる気ないので。よし。はい。しとこう。だって、俺草タイプやから。さあ、イベントがあるのかな。え、なんも起こんないんだけど、みんな。なに、なんもないよ。これどうしようか、みんな。なんも進展ないと、俺もう落ち込んで帰りたくなんだけど、これ。掲示板らへんとかはちょっと見てみる。ねえ、いや、知ってます？ラッキーという珍しいポケモンがいるんですよーっていう。ラッキーって珍しいんや。ねえ、まあ、名前からしてラッキーやもんな、ほんと。なんか条件満たしてないと思う。え、なんの条件満たしてないの、俺って。いや、ググっても次、願いの、ねえ、あの洞窟って書いてるだけで、具体例書いてないんだよね、ほんと。ちょっと待ってね、みんな。どこだ、これ。願いの洞窟はナマズの池にチャーレムがいるらしいんだけど、チャーレムがいないんだよね。なんか依頼受けてねえから。だって依頼もっと受けるじゃん。うん、あいつら何なんだよ。早く友達になってくれよ。依頼を一定量受けてないとダメなの。あ、そうなんだ。ダメじゃん、ほら、いねえんだよ、あいつら。ナマズンとかズンズンしてるくせに。まったく。いや、とりあえず依頼を受けますか。ポストの中開けとけって。あ、ポストでイベント始まんの、もしかして。え、そんなん、じゃあめんどくさポストじゃん。号外発見。地形遺跡、あるとこで隕石の衝突があり、その地底から謎の遺跡が発見された。この遺跡はかなり古代のものと思われ、財宝の噂や古代に生きたポケモンもいるのではないかと噂されている。ポケモン平で最もホットな話題となってる。うわっ、これ見とけよかった、ほんと。これのせいちゃん、もしかして。待て、これでもしかしたらイベントがなお。何、地底の遺跡。地底の遺跡はでも関係ないやつやねんやっけ。頑張ろうぜ兄弟よ。そうか、ダーティングは勝手に兄弟にされたのは置いといて、地底遺跡に行けるようになったよっていう。結局アーボとあいつらはいないんだね。なんか話は変わった。古代のポケモンがいるぞっていう。めっちゃホットな話題になってるやん。ってことは、やっぱあの、ポストの中のさ、依頼っていうか、ポスト開けとけば、クエストがどんどん来るってことじゃね？ね、とりあえずこれ受けとこう。で、依頼の、オレンの実が欲しいって言ってるから、とりあえずまずこれ持っていこうぜ。指定遺跡は99回？やめましょう。全部むずい。よし。お前ポッ、あ、俺一人しかおれへん。寂しい。今回の目的、オレンの実を探す。オレンの実持ってるから、ゴール目指すだけですね。
小さな森2個あった？本当？ちょ、でも穴抜けの玉持ってきてたらもうゴールやったのに、もう一瞬でゴールするわ。もう階段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 、よし、もう俺の今までのこのポケダンスキルを、よし、ピャッと行くぜ。依頼受けなきゃ進まないのめんどくさいね、ほんと。3回、はいや、俺も、エースか、うわ、はいや、才能が怖いわ。ヘラちゃん、グラボをもらってありがとうございます。今日は寝よう。さあ、これでなんか進むかな。救助隊なのに依頼めんどくさがらない、俺、救助隊、ねえ、向いてないわ。俺なんやろ、なんかあの家でゲームしたいだわ。わかる、ポスト見よう。なんかこれいなくなりましたとかなんかいっぱいあるけど、チームの動き、仲間を使え、これ特にいいかな。進んでたら池が掲示板のとこに進展があるよ。オッケー、ここのポケモンも変わってないな。池行ってみるか、とりあえず。池も変わらずか、まだ。次な、みんな。掲示板。変わらんな、これ。ラッキーの話してたくれたやつも、おらんくなった。ディグだ。パパは帰ってこない。あれ？この声は？せーの、よっしゃー！おう！うわ、すごい！何してんのお前！ボコボコやで、これ！コッコッとありがとうございます。パパー！息子よ、心配かけたな。どこ行ってたの？世界を旅していたのだ。世界は広い。当たり前だ。パパ、すごい。パパってすごいな。パパー！ねえ、このイベント。え、今のライジンボールドやでって。パパ3人おるの？パパ3人おるで。すごい。結局、まだストーリーは進みませんね。どうしようか、みんな。え、地底の遺跡は知りたいだと？おかしい。とりあえず、物預けるか。お前なんかしてる依頼。応援してるポケダラズ。依頼で友達エリアを手に入れろって。どういうこと？依頼友達エリアって。てず、手に入れるかじゃ。てず、俺の身預けすぎた。簡単なクエストを受けたいな。もう、口開けてるだけで攻略できるような。よし。ちょっと依頼見てきますね。おこずです、おす。え、なんか、あんの？依頼。電撃波を届けてとかやばくない？これ。説明。お礼が復活の種でしょ？お礼が瓦割りでしょ？お礼が黄色いグミでしょ？報酬がエリアの時があるの。依頼限定のエリアがあって、それを受けれる時？その他ってやつ受けたらいいの？うわ、これ結構、めんどくさなっていいな、これ。やばいみんな、俺ちょっと、あー、今俺心の中で、え、何それ、めんどくさいっていう気持ちでもう今埋め尽くされそうになってる。ダメだ、心が闇に染まってきた。ハートレスなりそう俺。うん、続きは君たちの目でなっちゃう。ダメダメダメ、頑張れ、頑張るぞ俺、まだもうちょっと頑張る。え、なん、これないの、なんかここにパスワードとかあんの？何？え、メールでパスワードを入力するとなんかあるの？え、何かが起こるの？よいしょ、ちょっと待ってね。君たちのだけはやめてくれって。それはまだわからないぞ。まずどうなってんだこれ。どうなってんだこれ。
今全然調べてんだけど分かんねえ。有能メールのパスワードがあるって。少々お待ちくださいませ。来た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 。不思議なメールを受け取って行きちゅっちゅう。はい、続きからやりましょう。やったぜ。依頼リストに入ってんだよね。まっすぐまに会いたい、これですね。友達エリアがお礼としてもらえるっていうこのクエストを今から受けていっていきたいと思います。もらってくるぜ、いくぞ。今ね、パスワードそう入力してたんだけど、あれマジめんどくせえな。ヤジロンがお友達になったぜっていう。ヤジロンジョンジョン、ちょっとめっちゃ適用ないこれ。何君、ヤジロン死なんといてや。うお、ヤジロンめっちゃ食らっていますやん君。またしてもソロ。いや、このダンジョンぐらいだったら一人で十分でしょ。うお、いてよ虫野郎。なんでピカダラいないの。ピカダラはな、置いてきた。あいつはちょっと戦闘についてこれないからな。うん、かわいいけど、よいしょ、かわいいけど現実っていうのは非常なんだよみんな。くそー、よいしょ、俺ぐらい強いポケモンじゃないとなこの世界を生き残ることができない。さあ目的のフロア到達。え、何すんだっけこのエリアで。誰か探すんだっけ友達。うわ、つまりダイダラは天津飯なの。そうだよ、天津飯だよ。俺天津飯好きだよ。うまいよね、あんかけたらめっちゃ美味しい。よし、バイバイ、帰る。さ、これどうだ。青空の草原生きるようにしましたよ。こいつ何、地主さんもしかして。ありがとう、手で休もう。さあこれでなんかイベントが進むんでしょうか。見てみましょうか。地主とは仲良くしとこう。やっぱ金持ってる人と友達になっとかなあかんからな。バサバサ来んぞ。いいの持ってきてくれよ。俺の身もったいない。俺の身めっちゃ持ってんねんって今。バイバイ。うっすうっす。さあ見ましょう、ポストの中。グミの秘密と、これも別にいらんかな。はい、なんかイベント進んでるでしょうか。とりあえずまずこっち見てみましょうか。アーボおるかな。おった、チャーボと、チャーボってなんだよ。チャーレムとアーボ。やっと見つけたのよ、やっと見つけたぜ。これで私の願いも叶うというもの。おほほほほ、これで、さあ俺の願いも忘れちゃ困るぜ。意外アボ、これは2匹だけの秘密だからね。他のポケモンには、もちろんゲンガーにも内緒だからね。聞いてるけど俺。じゃあ今後の計画を決めるわ、まず。え？だーい、誰だー、何も知らないからね。願いが叶うとか知らねえから。どこ行った、あいつ。あいつどこ行ったの？え、これでいいの？もう一回行くの？これもう一回なんかクエストをして帰ってくんの？これ。あいつらどこ行ったんだ？いねえよな。まったく。これはあと2回ぐらいやるんだぞっていう。え、じゃあ、今からまた俺なんだろう。依頼し、イベントを今から繰り返す的なやつね。オッケーオッケー。じゃあ、とりあえず、小さな森のクエストをひたすら受けて、やっていきましょうか、これ。